こんにちは、デリッシュキッチンです。舞茸のガーリックライスを作ります。舞茸1パックは根元を切り落とし、食べやすい大きさに裂いておきます。ニンニク1かけは薄切りにします。塩小さじ1/4、醤油小さじ1、胡椒少々を加え、よく混ぜ合わせます。フライパンにサラダ油大さじ1を入れ、ニンニクを入れ、弱火でじっくりと熱します。こんがりと色づいたら取り出しましょう。舞茸を加え、しんなりとするまで中火で炒めます。ご飯お茶碗に2杯分を入れ、パラパラするまで炒め合わせましょう。調味液を加え、有塩バター 10g、 白いりごま大さじ2を加え、さっと全体に混ざるように炒めます。ニンニクと細ネギを散らして完成です。旨味が詰まった一品、ぜひお試しください。